くこのピッチャー立ち上がりがいいとか立ち上がりが悪いピッチャーだとかって言うけど、こう素人からすると立ち上がりがいい人と悪い人の差って何なんだろうと思うんですけど、まあ ブルペンでこういろいろ調整して行くんですけど、実際あそこに上がると全然変わっちゃうことがあるんですよ。同じ高さであれしてるところもあるんですけど、まあやっぱ雰囲気で飲まれちゃう人もいっぱいいるんで、ちょっと間が空いちゃうんですね。アンダーシャツ着替えたりいろいろして。だから本当に立ち上がり悪い人はもうめちゃくちゃ投げて、もうアンダーシャツも着替えさせないでそのまま行けって言われてるやつもいっぱいいました。だから要するに仕切り直すとまた緊張しちゃうんで、そのまま行けって言われる人がいて、だからまあちょっと精神的な部分ですね、立ち上がりがどうのこうのとかっていうのは。だから立ち上がりが悪いとかいろいろ言われてる初回に失点が多い人っていうのは、またそれをやっぱり自分で目にしちゃうじゃないですか。そうすると俺って悪いんだよねっていうのがこの中に潜在として残っちゃう。だからまあトラウマみたいな形になるんで、だからそれがまた自分の方でおかしくなってきて、ああやっぱりな空見ろってなっちゃって、こう悪くなっちゃう人もいれば、全然気にしない人っていうのはそのままずっと通れる道なんで、ただそういう人はね意外に中盤で捕まったりもするんで。ただやっぱり立ち上がりってすげえ大事なんですよ。相手のピッチャーにプレッシャーかけれることができるんですよ。三者凡退で終わった時に相手のピッチャー、あ今日こいつ調子いいな、俺多分締めていかなきゃいけないなと思うことがプレッシャーになって相手が崩れるケースもあるんで、だからやっぱり綱引きとして相手のチームとも戦いするんですけど、僕らはどっちかというと相手のバッターと戦ってるように皆さん見てるかもしれないけど、意外に相手のピッチャーと対戦するんで、このピッチャーと今日対戦するんだったら今日は何点以内っていうシチュエーションを頭の中で描くんですよ。だから多分頑張ってれば、まあ防御率4点台の選手だったらまあ3、4点は入るから、2点以内で抑えておけばなんとか俺は勝てるよねって計算は立つじゃないですか。だからそのやっぱり相手の打線じゃなくて自分の中でのその先発ピッチャーとかの感覚っていうのは非常に僕らは気にしますね。だからその先発ピッチャーが先週どう打たれたかとか、7失点できましたとか完封できましたでだいぶ変わりますから、だからそれによってやっぱり立ち上がりとかいうのも含めて意識しますね。だからまあ立ち上がりがいいピッチャーって言われ称されるピッチャーっていうのは比較的勝ちやすい、勝つ可能性が高いっていうことにもつながりますから、だからそういう意味ではピッチングコーチはちょっと違うアプローチでどんどん投げさせてそのまま生かしたりだとか、昔で言うとちょっとビール飲まして生かしたっていう、これまあ全然1970年代のぐらいの逸話ですけど、それくらいやっぱりここがほらスモールな人なんかはちょっと一杯ぐらい飲ました方がええんじゃないのっていうのがあるらしいですよ。例えば三本柱でメンタル的に強いで言うと、はい、メンタル強いのは斉藤です。飲みの心臓って彼言われてたけど、やっぱりここっていう時のその踏ん張りとか粘りはやっぱり斉藤ですよ。すごい。だから納豆みたいなピッチングできるんですよあいつは。ここ点取ってもらった後にベシベシっていくんですよ。そこ俺見ててやっぱり今1個下の後輩だったけど、やっぱり勝てるピッチャーはこういうピッチャーだよねって本当思ったんですよ。で桑田もそういうところはあるんですけど、初回に5失点とかババババって打たれることも結構あるんですよ。だからその桑田もやっぱりまあ研究されちゃう部分もあって、そういう部分ではすごくあるんで、その今日勝てるっていう時のそのなんていうの集中力はやっぱり
斉藤が一番だったような気がしますね俺ね。うん、そうそう、うん、だから俺はそこがすっげえ羨ましかった。俺にもやっぱり集中力ってあると思うんですけど、やっぱりまあどっちかしたら桑田も俺もどっちかしたらいい時はいい、はいはい、打たれる時は打たれるみたいな、なんとかこうまとめてくるのが斉藤だったですね。だから調子が悪くてもまとめてくる。そうですね、だから投げないね、俺らいっぱい投げてんだけど投げない、ね、ちょっと下がる、なんかちょっとぶっ込みたいんですよねちょっとね。うん、桑田もプチンって切れるとちょっと感じが分かりますもんね、バンバーンって打たれることありますからね。うん、